はいどうもこんにちは、ゆこるです。今回なんですけども、早めのハロウィンということで来ましたね、ハロウィンが。今回ハロウィンイベントが来たんですが、まあ、結局ね、マドゥ強いとか言われてますけど、おい、ゆこる交換どうすんだよ、てめえ、マジで、ほらよ、みたいな。あともう一つ、おい、お前サムライとハロウィンどっち引けばいいか教えろよ、ほら、みたいな。そんな人はいないんですけどね。ゆこるさん教えてくれませんかってめっちゃ言われてね。まあ、そんな聞かれるならちょっと早打ちにあげた方がいいのかなということで、今回は初日にあげていこうと思います。でね、なんでかっていうと今回ハロウィンガチャがね、はい、こちら。そう、マディーはね、今日実装されたんだけど、ソニアグラン、ウェルダンディ、コットン元からいるんでね、これも性能分かってるんですよね。なんで特に問題なく紹介できるということで、今回はこちら紹介していこうと思います。まずは交換所解説をした後にですね、その後、サムライスピリッツか、ハロウィンどちら引けばいいかについても話していこうと思います。ということでじゃあ実際に交換所解説やっていきましょう。さあということでまずは S ランク、まあ当然なんですがマデューですよね。もうこれはね僕がマデュー好きっていうこともあるんですが、もう入れざるを得ない性能をしておるので、今回 S ランクにマデューが入ってきました。覚醒に関しては、バインド耐性2つにスキブプラススキル封印耐性2へ2つと無効感3つなんですよ。これが 15.625倍で15倍出るんで無効感つだけでね。まず強い。で、超覚醒、これ、2ウェイはないとして、神、悪魔、体力、LG つけれるんですけど、神、悪魔が大事で、これキラーでね、神キラー、悪魔キラーつけれるんで、つまり、まあ、神タイプに10倍、もしくは悪魔タイプに10倍が、超覚醒と潜在含めてつけれるわけですよ。ってことはですよ。っていうことは、15.625×10。156倍。まあ、大体156倍出るんですよ。例えば、リーダースキルで100倍の倍率が乗るだけでも、1万5000倍出るんですよ、この子。おかしくないですか？そんな化け物みたいな子なんですね。超強いんです。なんで、まず覚醒目的の時点で交換する価値はあり。そして、攻撃力、こちらご覧ください。HP が6800、攻撃力が5373。この攻撃力ね、ミラボレアスが一番パズドラで今攻撃力高いんですけど、それで攻撃力が大体今、5495ですね。ってことは5373がどれぐらいやばいかっていうことはね、わかると思います。あ、ちなみにソロの場合ね、マルチブースト入ると別のキャラになるんだけど、ソロの場合はミラボレアスが一番高くて、それに比べてね、マデュー5373ですから、どれだけ火力が出るか、もうわかると思います。そう。それでかつ無効感プラスキラーつけれるってやばくないですか？そう、まずサブ性能最強です。で、スキルに関しては1ターンの間3コンボ加算されて敵の行動3ターンを食らせる。これは結構ね、一番ねネックな場所でね、周回だと少し使いづらいかもしれない。ただ実際ね、火のマデューいるじゃないですか。火のマデューがあれだけ使われているところを見るとですね、まあ、全然3コンボ加算プラス3ターンチェーンでも周回では全然使えるとは思います。はい。で、リーダースキルに関しては、人や民族性の HP が2倍、攻撃力が4倍、ドロップを5個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃力が4倍。はい、コマさんさよならということで。まあね、厳密にはコマさんと属性も違うんでね、全然超えてるとか超えてないとかね、決めれないんでね、当然、超えてようが超えてなかろうがね、どちらも判断がつかないが正解ではあるんですが、言ってもね、5個消し。ドロップを5個消してあげれば、攻撃力が256倍出るんですよ。しかも軽減貼れると。で、常時 HP2 倍。極芸士とかマジで回復2コンボだからね。あれザコではっきり言ってか、あんな。回復2コンボして49倍でしょ？ザコじゃん。今、マデュー5個消しで256倍だから。っていうね。そんなもうなんか、謎理論も通用するような。申し訳ないけど、これはガチでインフレの象徴であると言っても、俺は嘘じゃないと思う。そんぐらいに強いキャラです。周回としての性能も全然期待できますし、ただまあ周回で実際ね、入手難易度高いこともあって、使われづらいとは思うけど、周回性能も十分高いと思うしね。でまあ普通に攻略性能に関しても当然イナと組み合わせたら超強いし、マディマデでもめっちゃ強いし、十分な性能を持っております。なんでね、交換する価値は余裕であります。ぜひともね、交換素材余ってる方は交換してください。一応武器に関しても話しておくとね、武器に関しては 2A と L 字武器です。で、これもね、一応今のところ買いがいないので、買いが効かない武器としては優秀だと思うんでね、一応価値はあると思います。はい。そんな感じがね、マドゥですね。はい。ガチャで引くと11万円ぐらいかかるんで、しっかりと交換しましょう。さあ、続きまして A プラスランクのコットンですね。コットンに関しては、まあね、進化前から究極が増えました。で、今回究極について話していこうと思います。で、今回リーチ武器つけてるんだけどね、このコットン活かそうと思ったらリーチ武器があった方が強いんで、今回はもうリーチ武器先につけておきました。はい。7コンボ強化3つ持ちで、強い4つ持ちです。火力は光属性のサブの中でも相当上位、ほぼトップに入ります。とんでもない火力を持ってます。ただ、弱点があって無効貫通がないんですよね。
って言いたかったんですが、今回の究極でこちら、はい、無効貫通が増えましたということで、唯一の弱点だった無効貫通が増えて、火力も出る、無効貫通もできる、超有能、しかも三色陣で6解除持ちで1コモカ3持ちのスキルも持っているということで、非常に今回評価が上がりました。これが、ハロウィンコットンだね。リーダースキルに関しては実際そんな使えるものではない、まあ強いんだけど、まあ、全然そのね環境を取るようなリーダースキルではないんだけどね。サブ性能がダントツで高い。個人的には光ゼラとかそこら辺持ってない限りはコットン無理して取る価値はあるとは思う。あの無理してまでではないけどね、多少余裕あるなら取る価値は全然あると思います。少なくともね、コットンをメインに使えるパーティーを組める場合はね、光属性パーティーとかを使ってる場合ですね、に関してはもうサブとしてコットンは絶対に取っていいので、個人的にかなりおすすめしたいキャラとなっております。はい、これがね A プラスランクの、ハロウィンコットンとなっております。まああの覚醒が強いくらいしか言うことはないんだけど、覚醒強くて三色陣持ちで優秀だから、まあ欲しい人は取ってください。でまあ光属性のパーティーなんてそもそも使ってねえからいらねえやって思った人は別にもう取らなくていいからね。そんな感じです。はいはい、こっからは B ランクですね。まずはベルダンディ。この子ね、強いんだけどね。覚醒が HP80% 以上強化に7項目が2つで、超覚醒が追い打ち、操作化耐性 HP80% 以上強化と。まあ、火力自体はかなり出るかな。で、スキルに関しては HP 全回復して、全ドロップを起、闇回復の三色陣に変化と。リーダースキルがね、HP50% 以上で攻撃力が4倍、満タン時のみ5倍、回復の5個十字消してダメージを半減、攻撃力が4倍と。この子ね、あの、覚醒まあそれなりには強いんだけど、今の時代だと結構置いてきぼりな感じではある。うん。でまあスキルに関しては普通の三色陣って感じかな。まあ全回復あるけど、そんなめちゃくちゃ使えるわけじゃないしね。で、リーダースキルがね、連まで使いたいんだよ。ノーマルダンジョンとかでダメージを受けない限りは、回復の十字消しを一回組んであげると、ずっと残るの、リーダースキルが。まあ、つまり、最初に回復の十字組んであげて、あとは HP 満タンで殴り続ければ、ずっと400倍で殴れたんだけど、今ね、それ極連だとね、歯が立たないんだよね、敵が強すぎて。って考えると、まあ、そこまで俺はいらないと思うから、個人的には B ランクで、効果に出してもいいと思います。ただね、強化がね、これから入る可能性はあるので、まあ、それが怖い方は残しておくのもありかな。ただ、今現状の環境で、ほとんど使えないキャラになっているしね、もうこのキャラ使うなら自称系リーダーでね回った方が早いからね、ちょっと残念なキャラかなっていう感じです。なんで今回は B ランクにまずはハロウィンベルダンディを入れました。はい、で最後に C ランクの交換素材候補ですね。あんま C ランク本当はつけたくないんだけど、ソニアグラン個人的には C ランクです。覚醒は7強に強いにスキルチャージとかいろいろ持ってていいんだけど、まあスキルがねドロップ操作2倍にドラゴン2倍エンハンスが2ターンと、これどちらも別にそんなに使いません。スキルも尖ってない。リーダースキルは多色リーダーです。4色以上同時攻撃で攻撃力は上昇最大7倍と。多色リーダー、今の環境多色リーダー使ってらっしゃる方いますか？なかなかいないと思います。そうなんです、多色系のねキャラということもあって多色で尖ってるんですけど、結局ね今単色とかが強い環境において多色なんて全く入ってこれないんですよ。それだったらハロウィンコットンとかね、ハロウィンマドゥにしてあげて、その方がソニアグラムも嬉しいと思います。やっぱりこの状態で残しておくなら交換にしてほしいと思ってると思います。なんでね、任せますが、僕は交換素材候補に、ソニアグランを入れておきます。はい、ちなみに僕の実力だとこのソニアグランを使いこなすことはできません。それぐらいには使いづらいし弱いです。それがソニアグランですね。はい、でこっからはハロウィンガチャかサムライスピリッツどっち引けばいいのかっていう話についてですよね。もうこれ僕先にね結論だけ言おうと思います。ハロウィンガチャの星7ソニー、アルファオメガ、ソニア、ネネ、ルエール、ゼロオーグインフィニティ、バステと、このキャラたちが欲しくない限りは、基本的に、全員サムライスピリッツで OK です。サムライスピリッツ引きまくった人はもういいけどね。多分そんな人はあんまこの動画見てないかもしれないからあれなんだけど、このガチャを引きまくった人はもう別にいいです。サムライスピリッツ引かなくて。ただ、ほとんど引いてない方、まだ全然持ってないよっていう方は、これ冗談抜きで星5が強いので、このガチャ。で、星6も当たり多いんだけどね、かなり当たりやすいガチャではあるので、もうね、これね、ほんと引かないと損するんだよね。だから、ハロウィンガチャは絶対来年復刻が来る。しかも、女の子ガチャとかでね、さらになんか季節系のキャラが復刻する可能性は全然あり得ると。それに対してサムライスピリッツはいつ復刻来るかわかんない。あわよくばもうずっと復刻来ないかもしれないと。だったらもう優先順位は一択で侍です。基本的に侍引いてください。ただね、侍いっぱい引いちゃった人とかね、もうめっちゃ引きましたって人とか、あとは星7がどうしても欲しい方、まあまさにね、多分これソニアだと思うんだよね。このランダム用の二色陣ソニアとか、あとまあバステドとかですね、あとまあ一応アルファオメガとかも、ここら辺が欲しいっていう方に関してはね、全然こっち引いてもいいんですがね、
まあ、個人的にはお得なのは断然サムライスピリッツです。で、ある程度コンプしてきたら、まあ、ハロウィン引くのもありかなとは思いますが、ハロウィン本当に闇なんでね。交換できるなら交換で済ませた方がいいよ。できれば俺は交換で済まして石残しておこうが賢いとは思います。まあ、これが僕なりの考えですね。まとめると、基本的にはサムライスピリッツ優先で、ある程度コンプできたら、ハロウィンに移動してもいい。もしくはハロウィンを交換所で済まして別のために石を残しておくのもありというね、風に押さえてもらえれば OK です。はい、ということでこんな感じでね、今日の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。はい、交換所解説とガチャどっち引けばいいかについて見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。